ビクトリア・クズモバは、スロバキア・コシツェ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでダブルス2勝を挙げている。身長180センチメートル、体重61キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス43位、ダブルス29位。クズモバは4歳からでテニスを始め、2014年にプロに転向した。2015年全米オープンジュニアダブルスで優勝。2016年全米オープンジュニアシングルスで準優勝している。2017年全米オープンで予選を勝ち上がり4大大会に初出場。1回戦でビーナス・ウィリアムズに3から6、6から3、2から6で敗れた。2019年5月のプラハ大会のダブルスでアンナ・カリンスカヤと組んで優勝し初の WTA タイトルを獲得した。2019年全仏オープンでは3回戦まで進出している。2019年全米オープンでは、アレクサンドラ・サスノビッチと組んだ女子ダブルスでベスト4に進出している。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加。P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。